スノボー初心者の方は基本となる姿勢を覚えておくと上達しやすくなりますので、ぜひ真似してみてください。こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。今回はスノボー初心者です。行ってみましょう。はい、今回お伝えするのはスノーボード初心者の方のための基本姿勢についてお伝えします。はい、この姿勢をベースにいろいろ体を動かすことによって自由にスノーボードね楽しむことができるようになりますので、ぜひ試してもらいたいなと思います。はい、ではまずスノーボードの基本姿勢っていうのは何なのかって、初心者のための、ね、基本姿勢っていうのは何なのかっていうと、自由にいろんな形に体をね動かせる姿勢だと思ってください。はい、スノーボードは臨機応変にその場の状況によっていろいろな体の形を作っていかなければいけません。ただしそれのね中心となる、ね、基準となる動き、 体の使い方を覚えておくとすぐそこのね他の動きに移りやすくなるんですよね。まあ、例えば悪い姿勢としてはでっちりって呼ばれるこの姿勢、はい、こういった姿勢で滑っていると残念ながら、はい、自由に体を動かすことが難しくなってしまいます。ではどのような姿勢を取るのかっていうと、はい、上体を起こします。上体を起こしてもらって顎を板の先端ね、ノーズって言うんですけど進行方向に向けてあげる。そして体がちょっと半身になっている状態で足首を曲げてリラックス、はい、この状態です。で手でバランスが取れる位置にちょっと開いておくようにしましょう。こんな感じの姿勢で滑っておくと自由にいろんな動きができるようになっていきます。体重の配分は5対5ね、両足にドンってね構えて体重が乗っているような感じで安定した姿勢を取っておけばまずは大丈夫です。この顎が進行方向に向いてるよってことだけ意識してください。変に体ひねるってこともね最初は考えなくても大丈夫です。はい、この姿勢をトンと意識してあげる。じゃあこの姿勢どのようにね練習したらいいのかっていうと、まずはサイドスリップ横滑りでこの姿勢を練習していきます。はい、目線は進行方向じゃなくて谷側にね目線向けちゃって OK ので、はい、体重を両足の5対5ね同じぐらいの重さで乗せていきます。そして上半身を起こしていきましょう。手でバランス取ります。じゃあ何をやるかっていうと足首を曲げます。足首を曲げていってずらしていく、足首を伸ばしていってブレーキをかける、足首を曲げていってずらしていく、足首を伸ばして止めていくっていう動きを練習します。結構やりがちなのがこれね、上半身をかぶせて、上半身かぶせて上半身を伸ばしてブレーキっていうのをやりたくなっちゃうんですが、そうするとねターン中でもこうやって腰折れの状態でね滑りがちになるので、はい、上半身なるべく起こした状態で足首で操作、足首で操作していくね、伸ばしたらブレーキ、曲げたら進んでいくっていうように練習していきます。次つま先側です。はい、つま先側も同じく横になって目線今度は山側見ます。そして体重5対5です。5対5にします。でこれで足首曲げます。手でバランスしながらずらしていきます。まず足首曲げた状態、上半身を起こしてずらしていきます。じゃあ止めるときはどうするかっていうと、止めるときはおへそを山側にポンと出してあげる。おへそを山側にポンと出してあげるね。おへそをこういう風に逆反りするような感じ、こうするようなイメージでおへそを出す、おへそを出す、ね、そしてこうやってこうかぶってこうやらないようにね、こうしながらあーってつま先で、これで止めようと思ったらつま先立ちしないように、つま先立ちってしないようにね、つま先立ちでするんじゃなくって、はい、上半身を起こしておいておへそを出すっていうバランス、おへそをちょっと出しに行くようなバランスね、決してドーンって突き出す必要はないですからね、このエッジの感覚を覚えてください。微妙な位置におへそをちょっと出していくようにすると、はい、こうやってブレーキがかかるようになっていきます。この感覚をまず練習してあげてください。はい、でこれできるようになったら今度は横移動です。はい、つま先側からいきましょうか。はい、横移動を練習するときは上から人が来ないかね安全確認してから練習しましょう。はい、行きます。はい、横移動は今度進行方向を向きます。軽く顎進行方向を向けといて軽く胸を開いてあげる状態で、手でバランスとる。で5対5でいいです。で足首曲げてあげる、ね、この状態で、はい、横に移動できるように練習していきます。はい、次かかと側です。かかと側も進行方向を見て顎を向けておいて、はい、リラックス、バランス取ってあげて足首曲げてバランス取ります。
で、これで横にね移動できるようにしていってあげてください。で、これができるようになったら連続ターンに移っていきます。で、この時に前足を意識的に使うようにしてあげてくださいね。はい、前もお伝えしたんですが、つま先側に曲がりたい時は前足の足首を曲げていって、はい、ここのすねのところに体重をトーンってかけてあげるします。そしてかかと側に曲がりたいなと思ったら、ハイバック、金具の背もたれの部分にふくらはぎを当てに行くようにしていきます。で、後ろ足でバランスを取るような感じにしていきます。見ててくださいね。はい、つま先側からかかとに移るときは金具の背もたれの部分にふくらはぎを当てていく、こんな感じ。そしてつま先側に曲がりたいときは前足の足首を曲げていってすねの部分に圧をかけていく、こんな感じ。はい、で、これでバランス取っていく。で、上半身は特に難しいことしなくて大丈夫です。こういうふうにバランスを取ってあげるようにしてあげると安定して S 字ターンができるようになっていきます。で、ここからですね、はい、この基本姿勢を活かしながらいろいろな動きをね、していってもらいたいなと思います。例えばよりスピードをずらしていくね、ドリフトターンをしたいなと思ったらちょっと前足に乗せていって、前足に乗せながら今度ここから上半身のひねりを使ってあげて、ずらすずらすっていうのを多めにしていくドリフトターンになっていきます。で、今度は体重真ん中に乗せたままね、今の動きをしていくと少しエッジに乗った状態でスピードに乗ったターンもできるようになっていきます。もちろんこの姿勢で直角行、まっすぐ滑ることもできます。はい、こんな感じね。はい、で、あと段差があったりだとか、パウダースノーはね、少し新雪のね、ふわふわしたとこありますよね。そういうとこに滑るときはちょっと後ろ足に乗せるようになります。で、こういう鉢の方でね、段差とかに入るなときはちょっと後ろ足に乗せておいて、ふわふわしたとこもこのように滑っていく、ね、ようになっていきます。はい、という形で今お伝えしたこの基本姿勢っていうのをベースに考えて、そこからずらしたいときは前足に乗るぞであったりだとか、そこでちょっと雪がね柔らかくなってきたりとか、ボコボコしてるぞとなったらちょっと後ろ足に乗せたりだとかね、ずらすときは上半身をここでひねりを入れていくなどの動きに変化させていきますね。こういったことでいろいろね状況に対応できる姿勢になっていきます。じゃあこれ腰折れだったらどうなるかっていうと、まあ、腰折れの状態って前後には移動できるんですけど、ひねりで考えるとすごく体の使い方が難しくなりますよね。軸一本入った状態、起こした状態だと体って簡単にねじることできますけど、腰折れの状態だとねじるとなるとすごく難しい動きになってきますので、まあ、自由度のね、自由に体を動かすことがね難しくなってきますので、なるべく上半身起こしていく、この基本姿勢ができるようになって、さらにもっと上手くなりたいなと思ったら、そこからさらにねニュートラルポジションっていう姿勢を取っていったりだとか、カービングの基本姿勢を取っていったりだとかっていうようにね、どん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 進化するようになっていきますので、まずいきなりニュートラルポジションとか考えると難しくなってしまうので、まずここね、基本姿勢で、はい、顎だけまず進行方向を向けばいいんだよ、そして5対5真ん中にドンって乗っておけばいいんだよっていうところからね始めてもらえるとねいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ真似してみてください。はい、今回以上となります。長い時間お付き合いできて本当にありがとうございました。次回またお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢健一でした。バイ。それでは深掘り解説いってみましょう。ここから SBOS& YouTube メンバーの方限定のレッスンとなりますので、ぜひ上達に生かしてください。はい、初心者向けの基本姿勢、そしてニュートラルポジション、そしてカービングの基本姿勢っていう感じでどん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 変わっていきました。